皆さんこんにちは、小川修斗です。これからですね、いくつか僕がすごく好きなマジックを皆さんにお届けしたいと思います。一組のカードを使います。クラシックなカードマジックなんですけれども、ぜひとも、このカメラを通してお楽しみください。まずこの一組の中からカード1枚選ぼうと思うんですけれども、カメラに向かってもストップ言ってくれないので、もうこの間近にいる人に、言ってもらいます。カードをこうじゃ送っていくのですいません。じゃあストップを言ってもらえますか。ストップ。はい。でここで1枚カードをこう置きます。でこのカードを僕は一応見ないようにします。実はモニターがすぐ後ろにあるので、こう見せた時にちらっと見えちゃう場合があるので、この状態でこう後ろ向きに見せます。どうでしょうか。大丈夫ですか。はい。この状態で覚えてもらいます。ではこのままテーブルに置きましょう。これからこの一組の中に戻したいんですけれども、カードを混ぜる時にどのぐらい混ざってるのかをちょっと説明しましょう。一組のまず真ん中に入れた時に、あ、真ん中に入ってるなというのを横から見れば分かりますね。この状態で差し込みますけれども、これで果たして僕がカードの場所を認識してないかというと、大体ここら辺というのが分かってます。ここからカードを少しずつ混ぜたいと思います。皆さんにも見やすいように、じゃあ例えば立体的にまず混ぜていきます。例えばカードをこう分けてあげる、こういうのカットと言います、ね、普通に見てても分かる通り、こうやってあげると順番が少しずつ狂います。これだけだとまだ順番がこうね、ちょっと入れ替わっただけなので今段差になってますけど、このまま1個ずつ戻せば普通に戻すことができると思いますが、ここからもう少しカードを混ぜたいと思います。どうするかというと、例えばそうですね、半分ぐらいまで広げます。で、下半分も広げてあげます。下半分をこう表向きにひっくり返します。そうすると表向きのカードとこう裏向きのカード見えますか。少し寄ってもらってもいいです。この状態で見てみると裏表がしっかり混ざります。でカードを普通に揃えてあげて綺麗に混ぜたいと思います。これ前から見ても横から見てもよく混ざってるのが分かるようにしますね。はい。こうしてあげるとほら見て分かりますか。ほら、ね、こうすると分かりますね。カードが混ざってます。で少し寄ってもらうと分かるんですけど、さらにねこれ裏向きのカードちゃんと見えてます。見えますか。この裏向きのカードがちゃんとこうあって、そしてこちら側を表向きのカードがこうあります。この状態ですね。はい、見えますね。この表とそれから裏向きのカードをこのまま差し込んであげると、はい、これでよく混ざったと思う人がいるんですけれども、混ざったと思いますかと言うと皆さん、はい混ざりましたって言ってくれるんですけど、実はまだ混ざる手前です。ちょっとずれてます。これ見えて分かりますか。このままの状態でさらに押し込んであげると、これで初めて完璧に裏表が混ざります。こうすると僕は今丁寧に説明しましたけど、これで本当に混ざってると思いますか。実は最初から1枚もカードを混ぜてなかった、信じてもらえますか。ちょっと見てみましょう。こうすると全てのカードがほら裏向きにこれ揃ってるのが分かりますか。ほら、あ、それだけじゃなくて、先ほど1枚のカード覚えてもらいましたけれども、あのカードだけひっくり返しましょう。そうすると、まあ、聞くまでもないんですが、当然選んだカードハート2がこれで表向きになっていることが分かると思います。でもね、これ混ぜてますよ、混ぜてませんよっていろんな言葉を巧みに使いましたけど、どれぐらいの人が僕は混ぜてなかったと信じますか。実際には1枚も混ぜてなかったんです。ですから見てみると、ほらここにねエースがあれば次は当然2がありますし、3があって4があって、これよくよく見てみると分かるんですけど、全てのカードが1から13まで並んでます。ダイヤ、クローバー、ハート、スペードとこう並んでますけど、一応ね見やすいように、じゃあテーブル上に広げてみましょうか。こうやってゆっくりとテーブルに置いてあげて、1から13までダイヤ、クローバー、ハート、スペード、自分でも心配なんで、ね、確認しちゃいますけど、こうすると全てが揃っていることが分かると思います。はい、まずは、すごくクラシックなマジック、トライアンフというマジックの、ちょっとしたバリエーションをお見せしました。といってもですね、こうするとねすごくきっちりしすぎてるなというふうに思うかもしれません。少し今度はカジュアルにいきましょう。僕クラシックなマジックが大好きなんですけれども、少しね変化をつけたいと思います。ではですね、今度は、こうしましょうか。例えばカードをですね、まあ、特に決まりはないんですけれども、じゃあカードをまた置いていくので、そうですね、じゃあこうします。またじゃあ適当なところでストップ言ってもらいましょうか。お願いします。ストップ。これでいいですか。はい、一応ここで止めました。ではこのカード表を向けてしまいましょう。あ、6ですね。はい。でこれからこの一組の中から今6を選んでもらったので、この6を使って一つ、マジックをしたいんですけども、6も4枚ありますし、もしかしたらカードの中に同じカードを1枚入れとくこともできたかもしれませんよね。さっき一回揃えたからそれはないでしょうけども、これちょっとねカードが覚えられない場合あります。2回目のカードマジックで、ね、カード忘れちゃう場合があるので、このカードに少しサインを加えたいと思うんですけれども、僕がサインしても信用してもらえないので、じゃあ、数字でもイニシャルでも、あ、アルファベットを何か一つ言ってください。 K いいですね。じゃあ K を入れておきます。はい、 K こんな感じですかね。じゃあ丸つけましょうか。こ
これアルファベットの何が来るか分からなかったので、これはもうあくまで今即興で言ってもらったことがなんとなく分かると思います。ではね、ちょっとこのカードもう一回ねカメラに向けて見せたいと思うんですけれども、じゃあこれからどういうことをするかと言います。そうですね、こうしましょうか。例えば、一回カードをこの中に混ぜますが、一応こうしましょう。一回見せます。こうですね。はい。こうしましょう。前に見せますね。一応こういう形です。大丈夫ですか。はい。サインも入ってます。はい。この状態ですね。で、この状態、このカードを一組の中に混ぜたいと思うんですけども、このまま、そうですね。大体一組の24枚目から5枚目ぐらいに入れます。で、この状態でカードを揃えてあげて、ゆっくり入れますよ。はい。今揃えました。でこれ寄ってみてて分かると思うんですけど、この真ん中から軽く弾いてあげるとパラ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 ーと来て、一番上に今のカードが上がってくるというのはすごくクラシックなマジック、ね、スペンロック、そしてサインがあることが分かると思いますが、このまま寄りのままじゃあ例えばいきましょうか。この状態でもう一回このまま真ん中に差し込みます。いいですか。この状態で差し込みました。多分カメラで見ててもすごく分かると思うんですけど、ちょっと上目に今度入りましたね。このままの状態で真ん中に置いてても、ここら辺からまたパラ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 と弾くと、これでほらこう下に降りてくるんですよ。わかりますでしょ。すごくクラシックなんです。真ん中に入れて上がってきたり降りたりと。じゃあさらに複雑にしましょう。じゃあちょっと引いてもらって大丈夫です。このままカードをこう切り混ぜます。切り混ぜてあげて、さらにぐちゃぐちゃぐちゃっとやると、今度はそのカードが今どこにあるかわからなくなると思うんですけれども、例えばこうパケット2つに分けました。こうあります。ちょっとね、逆に大胆にこう見せますけども、パケット A とかパケット B がありますけど、どちらに今のサインのカードが入っていると思いますか。 A か B か選んでください。B ということは A の方にはないということですね。じゃあ B の方をちょっとテーブル上に広げてみたいと思います。この状態で広げるんですけども、どうでしょう、カメラちょっと見えるかな、ちょっと前に出しますね。どうでしょうか。この中に入ってるかというと、先ほどのサインしたカードスペードの6は入ってないですね。ちょっと残念ながら2分の1でしたけど外れてしまいました。でも大丈夫です。これ簡単じゃないので、やはりこう2分の1だと外れる場合もあります。ということは今のカードがこちら側の方に入ってるはずですね。ではこちら中にスペードの6があると思うんですけれども、これから下、まあ、下と上と真ん中ありますけど、この状態でカードをこう擦ってあげると、ほら6が現れます。1枚目これがクローバーの6、これ選んだカードではないですね。この状態で弾いてあげると今度はトップに来ます。こうするとこれ別の6ですね。あ、じゃあ多分真ん中でこうひっくり返しちゃう、さっきやりましたよね、そういうマジックね。こう広げてあげると、これも6ですね。これ違いますね。これ選んだカードじゃないですね。これも選んだカードじゃないですね。これも選んだカードじゃないですね。これは選んだカードですか？え？って今思いましたよね。これってのはここにあるこのカードのことを言ってるんですけども、こうすると1枚のカードがマットの下に入ってます。666ときましたけど、最後のサインされてるカードはもちろんこちらスペードの6。これが選んだカードでした。ということで、ちょっとね、やんちゃなマジックを一つお見せしましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。皆さんに喜んでいただくために、今日はハードマジックをお届けしました。ということで、またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。